グ男子が開幕を迎えました。アトランタ出場まであと一歩で涙を飲んだ日本男子バレーにとっても新しいスタートです。去年のリーグチャンピオンチーム NEC ブルーロケッツのポイントゲッター竹内は、やるときはやります、見ていてくださいのコメントでした。一方、初優勝を狙う東レアローズの泉川は、俺がやるしかないと言い切っています。 V リーグ男子開幕ゲーム NEC ブルーロケッツ東レアローズ、まもなくホイッスル。総合体育館です。 NEC ブルーロケッツ東レアローズの V リーグ開幕ゲームです。さて、放送席です。おなじみの解説は前田健さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前田さん、はい、男子もこの V リーグ開幕するわけですが、楽しみですよね。非常にね、特にね、今回はね、どこが優勝するかわからないというのが ね第一戦がこの勝負でしょ。なるほど、もう楽しみと同時にね、我々喜ばせてくれますね。さて、今日は去年のチャンピオンチーム NEC 対東レアローズの試合になります。さて、早速それでは東レアローズのスターティングオーダーをご紹介してまいります。背番号0番がロイボール新セッターです。1番が松本武史キャプテン、8番泉川正幸、11番が秋山中場センタープレーヤー、17番が小林敦史ルーキーです。18番が斉藤信春、注目の2メーター5センチのプレーヤーです。一方の NEC ブルーロケッツです。0番のダニエル・グリーンバームセッターです。3番が陽聖太ベテラン、6番が竹内実、全日本の顔でもあります。7番が大竹秀幸、2メーター8センチ、11番が潜水聡キャプテンです。66番がエドワルド・アルーダ、去年の V リーグ MVP です。コートの右側が NEC、 左側が東レというスタートのこのコートになりました。泉川、全日本のエースでもあります。そして竹内、全日本の顔に成長してまいりました。さて、 V リーグ開幕ゲームが始まります。右 NEC、 左東レです。東レのサーブで試合が始まります。キャプテンの松本です。V リーグオープニングゲームが始まりました。グリーンバーム上げてペゾンが打っていきます。さあ、これは東レ、速い攻撃を使いました。アンダーで上げてライトがブロック、東レのブロックが出ています。さて、前田さん、はい、この両チームの、注目ポイントといいますと、新外国人、それから全日本の主力も入っているわけですよね。そうです。で、技術的にはね、やはり NEC のブロックが見ものなんですよね。なるほどね。それと今ね、下の東レの方、はい、この斉藤、そうなんですね。今打ったのが斉藤信春、2メーター5センチ2回のプレイヤーです。全日本にも入ってキャリアを積んだんですが、いきなりスパイクを犯してしまいました。そして NEC、 こちらは竹内、サーポイント、東レの方は若い小林とそれから斉藤、初めてこのリーグを迎えるプレイヤーが含まれているんですが、こう立ち上がり硬さは心配ですよね。少しね、やはりね、練習中も硬かったですよね。なるほどね、はい、ボールが上げて斉藤です。あ、斉藤がスパイクを決めました。打点高い斉藤です、ね、打点の高さだけでいくと、もう世界レベルなんだという話なんですがね。そうなんです、ですからね、最初にね、ふかしましたけどね、はい、今のもう一本ね、ブロックあるいはね、自分で持ってナイスプレーが出ると打差取れますよね。ブロックはどうだ、ブロックアウト、竹内のスパイク。この竹内は現場に話を聞いたんですが、やっぱり楽しみですね、でもここに来て全日本での疲れが少し出てきたような気もするんですというようなことを言っておりました。さあ、ボールを上げてリークイックはこれはありませんが、 NEC ボール、チャンスボールがこれにあって返ってこない。
これは潜水キャプテン11番です。やはりあの NEC の方も去年のチャンピオンチームですが、まだこう滑り出しね、はい、それとあの全日本にね、はい、入ってる選手が多かったということでね、そうですね、4人入ってましたでしょ、はい、ですからコンビネーションを取る時間は少ないと、はい、いう点では他のチームに比べるとアドバンテージないですよね。なるほどね、はい、NEC の方は大竹、竹内、あるいは大関といったところも全日本で試合をしていたわけです。ここでホイッスルが鳴りましたが、タッチネットが NEC にあったようです。1対1の同点でサブ点が東レです。泉川、全日本のエースでもあります。東レを引っ張ります。ジャンピングサーブ、グリーンバーム上げてアルウダ、ブロック、東レのブロックが決まっています。東レのブロックが決まっています。これ今斉藤くんがね、はい、出たんじゃないかな、この高さで。斉藤がね、これどうですかね、いや斉藤、それから秋山の手も当たってましたね。そうでしたね、これは泉川のサーブがアウトになっています。あの斉藤は2メーター5センチありますので、これもうまさを身につけてくれば世界のね、はいはい、仲間入りをできる可能性は秘めているわけですね。そうですね、この斉藤です。あ、打ってますね、打ってきました、斉藤信春。ちょっとね、明るさがね、はい、出てますんでね、斉藤君硬さが逆に引っ込んじゃってチームにとってはプラスになってますね。そうですね、はい、試合前に話を聞きますと、開幕は不安です、でもちょっと楽しみなんですというようなコメントをかなりテンポよく答えてくれました斉藤信春です。またここで東レにサーブミスがありました。2対1、東レがワンポイントリード。セッターはボール、ここで素早い。この選手も東レアローズにとりましては新しい戦力です、はい、筑波大学からこの東レに入ってまいりました。センタープレイヤー速攻、それとね、セッターのロイボール、はい、ね、このボールがトス回しが早いですからね。なるほど、アメリカナショナルチームのもうバリバリのレギュラーセッター、ロイボールが一つ上げております。東レです。現在は東レがいい打点をしているようです。これは松本キャプテンが捕まえました。ブロックね、これは3本ですよ。そうですね、大竹をシャットアウト、ちょっと東レのサーブミスが目立っているんですが、これは斉藤、力が余りました。サーブミス早くも4本目です。前田さん、 NEC の方はこれリードされていますけれども、はい、何かちょっとこう滑り出し、何か問題があるんですか。あの、ね、まだあの出だしですからね、硬さとかそういうのもあるんですけども、ね、一つ不安なのは、はい、まあ、今あの打ってますけどね、竹内君あたりが今疲れが出てるということ、それから潜水をこの両選手がね、やはりあのオフの時にどのぐらいトレーニングを積んでたか、この辺がね、ちょっと試合前の練習でね、スピードがちょっと鈍ってたかなという気がしましたね。なるほどね、はい、潜水が29歳、陽聖太が31歳、まあ、ベテランが主力に入っているこの NEC ですからね。そうです、今の小林くんの B クイックね、高さもありましたよ。さあ、ワンポイント、これリード。速攻、こちらは11番の潜水キャプテンです。ただ今のスパイクもね、ジャストミート、我々の言葉で言うとね、手にきちっと当たってないんですね。そうですね。NEC はまだ、まあ、日本リーグ時代から通算しても、連覇というのはサーブポイント。竹内のサーブポイント。連覇というのは NEC はまだないんです。前回第2回 V リーグ勝ってぜひとも連覇をしたいという NEC ブルーロケッツ。さあ竹内ジャンピングサーブ、3対3同点、ボールが上げてレフトから、あ、高い高い、これは高いですね、はい、泉川、これは高いですよ、下に打たずね、はい、エンドライン、ね、めがけて打った、ね、はい、ナイスパイクですね。もうこの泉川が頑張らなければ東レの上位浮上というのは考えられません。頑張ります、エースの泉川、ボール上げてもう一回泉川がブロック、ブロックに捕まった、陽が止めたんでしょうかね、陽がストレートピシャッと止めましたね、潜水と陽が飛んでストレートのコースに飛んでいた陽がシャットアウト、サイドアウト、 NEC です。松本、ロイボール、泉川、ストレート、それにしてもあの、これロイボールのね、はい、トス回しかなり強気ですね。あ、そうですか、シャットアウト食らった泉川もう一回使いましたでしょ。そうでしたね、グリーンパーク上げて、あっとアルーダー、まあ、セッターの話出ましたけれども、東レの新セッターのロイボールは現在のアメリカナショナルチームのレギュラーセッターで、その前の代の正セッター、アメリカナショナルチームの正セッターが
NEC ブルーロケッツの現在のセッターのグリーンバウムだったわけです。これはソーレボール、ボールが出て速攻だ、秋山、これはアルーダ打てるか、あーよく打ちました、難しい体勢からトスが上がってきましたが、この去年の V リーグの MVP のアルーダ決めています。足の大きさが34センチあります。あっとこれはネット、かなりあのブラジルに帰ってから注目されたそうですね、日本で頑張ったということで、ね、そうなんですね、うまくなって帰りましたよね、なるほどね、はい、まあ、去年は打つ方が飛ばず目立ったんですが、今年は本人も守りを強化したいということで、そうレシーブ面もかなりこうレベルをアップしてまいりましたアルーダです。4対3、ワンポイント、NEC がリード、66番がアルーダ。天井サーブ、高さは24メーターあります、この体幹です。秋山です。昨日の練習で腰をひねりまして、急遽地元の三島に帰って治療を受けました秋山。左足首とか両膝とか故障に泣いている秋山ですが、現在はいいスパイクを決めました。ソーレボール、泉川が上げて、いきますね、これは最高だ、うん、さあ、これは高さを十分に出しています、ね、今しかもね、力を抜かないで打ちましたね、そうでしたね、はい、このスパイク難しいボールですよ、今のはいわゆる2段のトスになったんですが、はい、2メーター5センチこの斉藤が決めています。4対4同点、竹内、この竹内はもうキレというんではもう天下一品ですね、はい、大竹がおとりに飛んで竹内が決めています。これはつらい、チャンスボールがボールです、ボール、ホッコー、小林は今のところね、もう十分ですね、出だしは合格点ですね、なるほど、はい、去年もあの筑波大学 大学中に5、6試合出たんですけれども、まあ、社会人としてちゃんとしたデビューするのはこのリーグが初めてということになります。あ、これも高いが、あっとスパイク、大竹はこれはアウトです。東レの方は新セッターのロイボールを中心にどう回転していくかちょっと心配された点があったんですが、今のところいいようですよね、スピードがね、スパイクは十分ついていってますよね、なるほど、こちらグリーンバーム、アルーダを使います。ワンタッチはありません、アルーダのスパイクはアウトです。ここでタイムアウト、まず NEC が取りました。6対4、東レが2ポイントリード、ネットに近い、上から押し込んだのは小林です。高校から筑波大学、まあ、バレーボールのエリートサイドを走ってきました小林です。これは秋山、斉藤のスパイ、この人は失敗しても明るいですよね、そうですね、ただ今ね、はい、2本目はね1本目と違って力を抜いたんですよね、なるほど、その分だけ出ちゃう、この辺がねやっぱり強気でいってほしいですね。グリーンバウンドサービス、ロイボール、斉藤バックアタック、あ、そう、これがいいですね、はい、日体大ではレフトエース、そして全日本ではセンターをこなしていたんですが、この東レではセッターの対角スーパーエースポジションを務めております。斉藤信春が頑張っています。センターから切れ込んだ、東レが上げています。これはベンチの裏側でした。竹内は1歳のお嬢さんが今、まあ、娘のためにも頑張りたいというこの NEC ブルーロケッツポイントゲッターの竹内、 NEC が3ポイントを取っています。速攻、小林、 NEC の方がね、得意のブロックがねちょっとついていってないんです、これね、なるほど、完全に A クイックに遅れてますよね、そうですね、はい、まあ、これのロイボールもうまいとスマッシュはしているんでしょうが、これはサイダーと、そうですね、ブロックアウトですね、はい、11番の潜水がサーブを放ちます。スリーポイント追っています。去年のリーグチャンピオンチームの NEC です。これは合いません、秋山、ネットの上打てるか、左手と、これはアンテナに触れています泉川。
去年はあの中国のセッターの周天安というセッターが東レにいたんですが、なかなか泉川と合わなくてね、はい、苦しんだんですよね。ロイはね、なかなかいい投手回ししてますね。なるほど、はい、ほとんどセンター攻撃が抜けてるんで、セッターのロイボールとしてはですね、うまいタイミングで泉川を使いやすいんですよね。このロイボールのジャンピングサーブ、これはネットです。初めてのこの V リーグを迎えるボールですが、体の維持、体調の維持には注意したいというふうに話しておりました。来年の春までこの V リーグがあるわけです。どうもこの画面を通しても東レの方の明るい表情が目立ってしまうんですよね、はい、そうです。そういう時にね、みんなね、あのリズムがね一定ですね。ですから動きがね無駄なく見えますよね。はい、そう、潜水が拾ってグリーンバーム、あ、左手、うん、あ、これは反則を取られます。ファーストレフリーは水谷貴之さんです。まだまだ NEC は本来の動きではありません。ここで1本大竹君のねブロックが欲しいところですね。炎上サーブ、さあ、ちょっと苦しい。今はこれはボールのトスと決めた秋山がチームのピンチを救いました。ちょっと飛んでる位置違ってるんですね、はい、あの NEC のブロックですね。そうですね、ワイドアウト5回目になりました。7対5。今は5秒ルール、ちょっと遅かったんですね、打ち方がね、はい、もったいないですね。ちょっとこう間合いを余裕を持って取りすぎました秋山です。さあロイボール、2人を取りバックも打ちます。泉川、これはどうだ、アウト、ごめんという表情は全日本のエースでもあるこの泉川です。もう日米対抗、日露対抗、そしてもう国際ゲームがずっと続いていましたんで休む間もなかったこれの泉川です。これは合いません。あ、これチャンスボール、ボールが拾って誰が上げる。さあ、これは斉藤だ、ブロック。今のは斉藤君落ち着いてよく打ちましたね、このスパイク、はい、決して、ね、無理せずですね、ストレートにポーンと当ててブロックアウトしてますね、はい、カニボールが返って大竹バックアタック、ブロック、プロ NEC 竹内オーレボール、泉川、泉川のスパイク炸裂、ラリーになって結局この泉川がバックから。それとね、試合前に泉川君が言ってたのはロイボールの腰が打ちやすいって言ってましたね。そう言ってましたね、はい、合わせやすいということね、まあ、去年の周天安よりはチーム合流も早かったんですが、ロイボールが早くもこうチームの一員に溶け込んでいるようで す、一番ポイントはね、背が高いんで、はい、スパイカーとすれば非常にボールの旅する時間が短いということで合わせやすいんですね。なるほどね、はい、2メーター5のセッターといいますとアトランタオリンピック金メダル の、 あのオランダのブランジェと同じ背丈を持っているロイボールです。この2メーター5センチのロイボール、8対7、これがワンポイントリード、NEC 追っています。ヒット合いません。あっと、これは、なんとかベテランの松本がかわしています。和田さん、平均年齢を見ますと、はい、NEC の方が 27.8 歳、ちょっと高いんですよね。その点ですからね、一番ポイントになってくるのは、先ほども言いましたように、オフシーズンの時にどういう調整されているか、なるほどね、この辺が気になるところですね。東レの方が 24.5 歳で、まあ、平均ですが3歳ちょっと NEC の方が平均年齢で上回っております。まあ、長い V リーグですからベテランの体調維持にも非常にこう要注意というところではないでしょうか。もう汗がぐっすりと滲んでまいりました両チームの選手たちです。8対7、ワンポイント東レリード。今日から潜水、東レボール、はい、レフトから泉川、もう1個ボールが打った、立ち直します。東レ、泉川、泉川の角度の非常にいいスパイクです。しかも打点高いですね。そうですね、飛んでますね、はい、
アルーダのスパイクです。まだまだ本人はエンジン全開ではないといった表情です。去年の V リーグ MVP です。特にあのアルーダ選手は馬力があるんですけれども、はい、先ほどから打ってるコースが比較的レシーブの構えてるレシーバーが構えてる正面をついてるんですね。なるほどね。ですから比較的もうポイントというよりも上げられる可能性がちょっと強いような気がします。ピンチサーバー市川保つ、あっとこれは2で返そうとしたんですが読んでおりました。このプレーです。アルーダですね。アルーダがいましたね、はい、アルーダが2メーター4センチ、ボールの方が2メーター5センチです。秋山半ば一時日本に入ったんですが、やはり故障の影響というのは大きかったようですね。そうです、ただあの今までね、トレの方は長翔という中国の ね、 そうなんですね、エースがね、トレのエースでいたんですけど、今年からいませんしね。サーブポイント出ましたね。ボイボールサーブポイント、ボーレにポイントが入りました。いいコース打ってます。2メーター5センチからのサーブポイント、チャンスボール通れ。さあボールが走り込んでランダー投げて泉カワー、泉素晴らしいコースクロス。通れが連続ポイントで11対8になりました。ここで NEC ブルーロケッツ2回目の作戦タイム。流れを変えたい NEC ブルーロケッツ。ロイボール斉藤アルーダ拾います。東レさあこれは斉藤信春拾った NEC 速攻で合わない。これは潜水がもうテクニックでかわしたというプレーでした、はい、それと NEC の方はね、あ、まあこれあのちょっとタイミング合わなかったんですけど ね、 ね、打ってる藤井君あたりがもっと出てきていいですね。なるほどね、はい、まあ、ベテランに疲れが見えた時にこれに変わることができる若手も育ってはいるんですが、そうですね、ここで東レの方がタイムアウト1回目です。エースの泉川とロイボール何か一言カウントです。アメリカのナショナルチームのレギュラーセンターで、まあ、アトランタでもレギュラーでコストを上げていました。このロイボール新セッターが東レに入ります。チーム構成上は、まあ、プレイヤーでもある菅野光一郎選手が監督なんですが、この V リーグは登録上岡山康二コーチが監督として登録されております。前田さん、はい、NEC がこう追い上げ体制ですよね。あとね、ここでブロックがポーンと出てほしいですね。さあブロックはどうだ。あっとこれはスパイクアウトです。泉川のスパイクがアウト。ポイント NEC で11対11です。今ね、吹かしたのはね、一つはね、力が入っちゃった。なるほど、うん、これはね、テクニカルじゃなくていいんですよ、考えなくてね。斉藤信春、こちらライトからのスパイクです。初のリーグといういわゆるその硬さはここまでは感じられません。伸び伸びとやっている斉藤信春、同点です。サーブポイント入りました、入りましたね。ラインの上サーブポイント、これで斉藤君2本目でしょです ね、 ね、まあ、ちょっとね、今際どい判定だったんですけどね、この辺がね、どういうふうに乗れるか、あるいはね、NEC の方は忘れちゃう。ありました、竹内切り込んだ、センターがおとり、そして竹内がセンターに切り込んでまいりました。サーブ権は NEC です。潜水を取り竹内が決めて、サーブ権は NEC ブルーロケッツ。速攻上がってますよ、上がっている。これはアルーダ、アルーダが打つ、うまいうまいうまい、どういう打ち方ですか、今のまともには打てないボール、それをね、うまくもっと力を抜いてね。なるほどね、はい、12対12並んでいます。ロイボール泉川カタックラインいっぱいです。よしという泉川です。
かしね、ずいぶん力入れると打ってますよ。打ってますね。上半身まるでね、もうガーッとくの字のように曲げて打ってますからね。ブロック、あ、出ましたね、逆に出ましたね。小林ブロックポイント通れ、はい、ルーキーの小林が1枚で止めました。ポイント通れ。この1点はね、非常に東レにとっては大きな自信。13点目が東レアローズに入りました。またブロックだ、ね、今度は泉川。14点目が東レに入っています。第1セット、セットポイントを迎えたのは東レアローズです。セットポイントを逃れるか、 NEC グリーンバーム、アルーダー、去年の MVP に腰が回ってまいりました。こちらは東レのベンチ、そしてかなり険しい表情になったのはこのアルーダ、 NEC です。 NEC はここでね、ブロックポイントが出れば互角になるんですよ、ムードがね。なるほど、はい、そのブロックはどうでしょうか。泉さんの対決、今のは早かったですね。ちょっとね、トスがよく伸びてるんで、ストレートに十分打てる、ね、ということですね。ロイボールとユニカーのコンビはこの開幕ゲームでも十分に合っているようです。ここでムードメーカーでもありますバックナンバー7番を起用しました。トーレです。関博士、セットポイント2回目、トーレ。ここは陽を使ってまいりました。陽セーター、セットポイントを逃れています。ここで大竹がコートに復帰しました。この時の NEC はブロックが高いんで、ね、スピードタイミングの問題だけですね。アルーダ、大竹、ヨウという前の3人です。わーっとかわしてきました。ロイボール、これはアルーダが飛ばなきゃいけないボールだったですね。そうですか、大竹君はどうしても A クイック、センターのスパイカーにつきますからね。これでセットポイント3回目、アルーダ。ここはもう NEC の方もアルーダにボール上げてきますね。そうですね、しかしここでアルーダがバックに下がりました。ロイボール、さあ出ましたね、大竹のブロック、ね、大竹のブロックポイント、これはね完璧に抑えましたよ、ね、今のはよく読んだ。秋山の B クイック、はい、大竹が抑え込んでいます。ポイント NEC。 さあ今度はライトブロック、泉川が捕まりました。ブロックポイント連続で同点になっています。ここで東レアローズタイムアウト。ここの第1セットの終盤詰めのところで連続ブロックポイントを食らっています、東レアローズ。今のね、13対14になった時の大竹君のブロック、はい、これで点数はね、同点と同じに考えなきゃいけない。なるほど。したがって今もう1本ダメ押しが入っちゃったということでね、東レとしてはね、どこに上げるか、まあ泉川君に上げてくると思うんですけども、はい、NEC がここで泉川君もう1本を耐えるということになると、これは本当に苦しくなっちゃうんですね。となると泉川対NEC のブロック陣ということになります。14対14、ついに NEC が並んでいます。斉藤を使ってきました。斉藤ですか。さあ今度はロイボールはまた斉藤を使った。そして斉藤が打ち抜いた。打ちましたね。いやいや、これはお見事ですね。斉藤はね、一つはね、このね、ロイボールのね、読みが当たった。グリーンバームがね、セッターでフォワードでしょ、はい、そこ狙いましたね。この泉川のダンピングサーブはネットです。サーブ戦は NEC です。並んでいます。さあ天井サーブ、陽セーター。苦しくなりました。レシーブ乱れています。斉藤だ、チャンスボール NEC。 さあ竹内、ワンカウント上がりました。さあこれを泉川、ボレーボール、ロイボール上げて速攻だ。今度は誰だ、打ちますね、泉川。あっと上がった NEC。 さあ誰が打つか、アルーダー。すごいすごい、アルーダのスパイク。いやー、見応えのあるラリーになりました。何か国際試合見てるみたいですね。さあ今度はセットポイント1回目 NEC ですが、サーブがこれは長すぎました。頭を抱えた陽セーター。
ごめんという声がこの放送席まで届いてまいりました。ここで小林がまたコートに復帰しました。東レです。セットポイントを逃れています。ただ東レの方もね、ここはねサーブで崩す、あるいはブロックで崩すと大竹君がバックに行きますからね、合格になりますよ。まったくサーブポイント、秋山半ばのサーブポイント、全く互角になりましたね。並んで15対15、このふわーっというサーブがーっとサーブポイントを誘いました。並んでいます。グリーンバーム竹内、ここは竹内の非常にキレのあるスパイクでまたサーブ権をもぎ取ってまいりました。 NEC ブルーロケッツ、東レは泉川、泉川の非常にこの見応えのあるバッターのスパイクでした。またサーブ権の移動です。もっと手を叩いて気合を高めている。さあエースの泉川、最高のサーブネットイン、今のは力を抜いて打ちましたね。あそこはもうバシンといった方がいいわけですね。安全サーブになっちゃうと逆にスパイクサーブってのはむしろミスしますね。さあこちらグリーンバーム、こんなところでサーブポイント、いやー驚きました。ネットスレスレです。 NEC が2回目のセットポイント。さあ東レ逃れるか、斉藤信春回りました。 NEC 決めるか決めるか、アルーダ決めるか、ボッティーブロックアウト、最後はアルーダが決めました。第1セット非常に競った展開になりました。結局追いついた NEC、 このセット逆転でものにしております。17対15というスコアで第1セット NEC です。原さん、ムードは NEC という色が濃かったんですが少し変わってきましたね。まだね、ですけど 6-4 でまだ NEC リードです。点数ではなくてムードがですね。でそれはですね、まず一つは、まあ、NEC の方がですね動きの悪くなってないんですよ。ただ東レの斉藤君がね伸び伸びやってる分だけね、いいムードチームとしての動きはまだね NEC の方が動きいいですね。しかしスコアの上では東レが追い上げを見せております。さあここで差を詰めるか、 NEC がまたポイントをもぎ取るか、アルーダもうこれ作戦タイムの後は必ずアルーダ打ってきますね。ここまではね、ですから今のアルーダを1本止めればムードは互角なんですね。はい、まだまだそうしますとムードは NEC ブルーロケッツ、決め手があるわけですね。それだけ泉川ダスボール、泉川ボール2でした。これが 2m5cm のセッターの強みです。よく決めてますけどね、この前に泉川君、キートがね、決めてもらって、東レの方はね、リズム乗れるんですよ。あ、なるほど。はい、片方 NEC はね、やはりアルーダに上げてるから心配ないよってそういうムードになりますからね、なんとかね、ここで泉川君頑張ってほしいですね。そのアルーダが NEC 前衛におります。12対8、4ポイント NEC リード。サーブポイント、竹内のサーブポイントです。やはり出ましたね、サーブですね。決してダブってたけど悪くない。そうでしたね、このシャープなサーブ、もう一本見たいですね。13対8、竹内、泉川押し込む、あ、足大丈夫かな。あっとこれはヨウですか、そうですね、ヨウがネット下のこのラインを、ちょっとね痛そうですね。そうですね、泉川の足に乗っかったか、あ、泉川の足に乗ってますね。すでにひねりましたね、ひねりましたね。これはかなりひどくひねってますね、おそらく外側の足首のあれですね、全体伸ばしてるかな。あの左足首、左足が泉川の左足に乗って大きくひねりました。はい、バレーボールの選手で ね、一番多い怪我がですね、ボールの上、あるいは相手選手の足に乗っかっての捻挫なんですね。はい、ですからそのためにネットの下にセンターラインという踏み越してはならない、はい、あのラインが引いてあるんですけども、今のちょっと不運だったですね、陽選手。
陽が足首をひねって、今、これちょっと痛いらしいですね。ただ軽いといいんですけどね、はい、ちょっとスローで見た限りでは足首はちょっと折れてましたね、あの外側にですね。かなりひどいひねり方でしたね。陽に代わって1番のリーグ2年目の藤井がコートに入りました。さあ、NEC にアクシデント。陽がベンチに下がっています。現在は倒れ込んでおります。あっと、これは打てない。泉川は打ち切れませんでした。ね、これですよ。これをね、NEC のエースの、ね、アルーザが決めちゃう。なるほど。ね、ちょっとね、泉川君がね、意識しすぎちゃってるかな。さあ、NEC。14面点目をもぎ取るか、ブロック泉川が捕まりました。アルーダでしょうか。アルーダの1枚そうです左手ですね、はい、14点目が NEC に入りました。セットポイント1回目 NEC。 さあ誰が打つ、通れ泉川、ライトから泉川です。もちろんチームの大黒柱、全日本のエースファイターでもあります。しかしまだこの日本リーグ V リーグでは優勝がありません。泉川セッターにきれいに返っています。竹内のスパイクアンテナ当たりましたね、決まってますね、はい、これは一番の藤井ですね。今打ったのはね、まあ、藤井君はね、はい、十分あの陽あるいは潜水のね変わりをそうなんですね、できるようになって育ってきてますからね。これ逆に藤井とすればこういうところで頑張るっていうのは、そうですそうです、自分のために大きな選手になるわけ、はい、そうですね。さあこれはいい時間差ですね。ベテランの松本が決めています。セットポイントを逃れました。トーレ、竹内、グリーンバーム、藤井です。おお、この藤井はなかなかやりますね。いいですよ、スイングも早い。はい、あのね、NEC はね、竹内君というね、いいお手本がいますよね。そうですね、空中でもってバランス崩れてもとにかく精一杯スイング早く打つというね、そのチームムードになってますよ。セットポイント3回目 NEC ダブルクイック、17番の小林です。もっと小林くんの名前が出てこなきゃいけないですね。これはそうかもしれないですね、はいはい、筑波大学ではポイントゲッターでした。しかしこのリーグに入るとやっぱり歯車の一つに徹したいというふうに本人は話しておりました。とこれは NEC がうまくかわしています。セットポイント4回目を NEC が迎えています。メンバーチェンジです。ここで5番の大月龍也を起用しました。197センチ、26歳です。さあブロックを固めました NEC です。上がっています、上がっています。レースが続く、これはロイボールのブロックです、はい、高い。セッターの穴がないですからね。そうですね、はい、高さとしてはもう十分ですね、ブロッカーとしても高さが十分にあるセッターということです。2メーター5センチのロイボール通れ、またセットポイントを逃れました。と惜しい、うん、際どいですね。 NEC としてはここはね、この辺りでもってピシャッと決めたいところです。しかもグリーンバーンのサーブがいいですからね。セットポイント5回目 NEC で2で返す、危ない危ない通れ。グリーンバーンとロイボールではアメリカ大学時代に敵味方で対戦したこともあるそうです。相手のことはよく分かっているよという両セッターの話でした。アルーダ上がった、アルーダを拾いました斉藤、これは躍動感十分にありました。そして笑顔が出ております斉藤信晴です。何かね、東レの斉藤君のところボールが上がると決まるんだなっていう感じがしてきましたもんね。あ、ね、はい、さあ、これは斉藤だ、斉藤だ、斉藤が消えました。また斉藤が消えました、はいはい、さあ、ここでは斉藤が見せ場を作っております。10点目が東レに入っています。速攻、潜水、サーブ権が NEC、 またセットポイントを迎えています。セットポイント6回目、東レが粘っております。竹内セッターに綺麗に返った。さあ泉川、ガーッと決まりました。
もう斉藤があれだけやってるんですから、泉川も頑張らないわけにはいけません。あのね、決して調子は悪くないんです、ただね、やっぱり力が入りすぎる、要するにあの野球ではピッチャーがですね、力が入るがために腕が縮まっちゃってるという状況なんですね。なるほどね、はい。アルーラ上がっています。さあこれは泉川か、お、これは斉藤だ。スパイクはアウト、スパイクアウトです。しまったという斉藤、ね、打ったコースは良かったんだけども、セットポイント7回目になりました。東レ、いや NEC です。速攻でまた逃れるか、東レ、ね、グリーンバーム上げて藤井だ。ブロック、ブロック、藤井を捕まえました。秋山、中田が止めたようです。秋山ですね、今は、クロスをね、クロス側、はい、ガッツポーズの秋山、またセットポイントを抜かれました。東レ、大竹を取り、アルーダ上がっています。しかしチャンスボールは NEC、 藤井です。藤井のストレート非常にキレがあります。サイドアウトが8回目に、いやセットポイントが8回目になりました。さあ振り切るか NEC です。うわ苦しい体勢だ。 NEC ボールが上がっています。上がっています。藤井のスパイク、NEC フォロー、これはアルーダ、アウト、もうスパイクアウトです。そうですね、しかしだけど開幕にふさわしい ね、いいラリーが続いてますよね。サイドアウトも多い、そして長いラリーも続いています。14対10、これが粘っています。大竹、あとは大竹の速攻です、ベテランの大竹が速攻を叩き込んでまいりました。3歳の男の子と1歳の女の子が、いるというこの大竹です。セットポイント9回目、ブロック、最後はブロックポイントで決めました NEC。 第1セット同様、この第2セットも終盤東レが粘りました。しかしNEC が振り切って、これでセットカウント2対0としております。掴んでいます、ボールがアンダーで上げて泉川、今泉川はサーブレシーブちょっと乱れたんで、ね、その、まあ、ミスを自分で帳消しにしたという感じになりました。ただね、泉川ずっとこのセットね、連続してサイドアウトとポイント上げてるんですよね。なるほど、はい。グリーンバーム、藤井ブロック、さあよく拾った、一段がよく繋いでいった、チャンスボール通れ、泉川、すごいスパイクだこれは、ナイススパイクだ。泉川がここに来てエンジン全開、すごいですね、早い、すごいですね、今のはね。ただその前にブロックで抑えられてますね、NEC がどういう気持ちで今度攻撃していくかですね。12対11、通れが逆転に成功しています。来ました大竹、そうです、あの角度はありましたね、ありましたね、とにかくね、大竹選手ね、年はね少しずつあのもちろん取ってるんですけどね、はい、なんとかシドリーまでやってほしいですよね。なるほど、はい、大竹は29歳ですか。こちらは泉川です、これ全日本の、ね、センターのエース、レフトのエースですからね。なるほどね、はい、藤川正幸は25歳、また小林がコートに復帰しました。東レです。さて12対11、東レワンポイントリード、リードを広げるか、竹内のスパイク、ワンタッチがありました、ワンタッチがありました、あります、あります、ね、はい。さて、まあ、第1セットも17対15を競りました。そして第2セットは15対10だったんですが、後半東レが追い上げを見せておりました。この第3セットも、あっとここでキャプ、監督の金子選手が出てきましたね、まあ、あのチームの中ではね、そうですね、実質的に監督になってますけどね、どんなサーブ打ちますか。ベテランの金子、プレイングマネージャー、監督が出てまいりました。 NEC です。今の泉川は止まりません。本当ですね、もう連続ですよ。斉藤信春の当たりが影を潜めたんですが、今度はもう泉川が全開です。そうですね、アルケンが通れ、アルーダ
ブロックが決まった。松本ですね、今のはキャプテンの松本、松本がね、ストレートを止めてますよ、今松本の両手、これは大きい、頑張りましたね。13点目が東レに入っています。ネットの上、チャンスボール、東レボール上げる、泉川、泉川が今はもう止まりません。14点目が東レに入っています。東レがセットポイント1回目、長すぎる、 NEC ボール、竹内ネットに近い、よく仕込んだ、はい、ナイスプレー、ナイスプレー。今竹内が空中で負けてなかったですね、はい、それとね、あれはね、タイミングでね、少し遅れて飛んだ方が勝ちなんです。そうなんですか、はい、相手側が早く落ちますのでね。あ、なるほどね、はい、その点はうまいテクニック使ってますね。セットポイントを逃れました NEC です。斉藤、斉藤のスパイク、久しぶりに斉藤が打ちましたかね。まだまだね、このセットはね、今の1本ぐらいじゃダメですね。なるほど、はい、さあ東レアローズセットポイント2回目第3セット、東レこのセットをもぎ取るか、バックから打ちました、上がった上がった、東レ、さあ決めどころ、斉藤、ゆるいゆるい、打ち切れない、上がっています、アルーダー、さあどうだ、ネットの上押し込む、フェンスイング押し込んだ、フェンスイングが落ち着いて落としています、押し込みました。またセットポイントを逃れました NEC ブルーロケッツ。竹内のジャンピングサーブ、ここは泉川、上がりました NEC、 アルーダ、アルーダ、これはネットを越えていません、はい、そうですね、また東レがセットポイントを迎えています。セットポイント東レ3回目、さあ決めるか、チャンスボール、東レ、東レチャンス、泉川はフェイト、これは右に落ちました、ブロックアウト。あそこは泉川の強打というのはなかったんでしょうか。うん、まああのね、あのセッターのロイボールとすればね、なぜ打たなかったと今果敢に怒って、これはアメリカ的なね、な発想なんですけども、ゲーム中にね、スパイカーに何やってんだっていう声を出してますね。なるほど、はい、NEC がセットポイントを逃れています。センターからセット、秋山半ば、逆に言うとね、泉川のためにはロイボールからのコツを読んで打たなきゃいけませんね、今度次もね。なるほど、はい、うん、俺に持ってこいと、その通りです。セットポイント4回目、東レ、大竹、高いところでポーンとボールを弾いています。大竹君の上手くなったテクニックの上手い、これはね、下に打たずにエンドライン、なるほど、ね、よく相手コートを見て打てるということなんですね。14対11です。ブロック、泉川が捕まりました。大竹の左手、ここでリードしている東レが作戦タイムを取りました。さあ前田さん、はい、1、2セットともにこう競った展開になりましたけども、この第3セットもなりましたね。あのね、NEC が逆転されたというのはですね、東レのサーブで始まって最後はやっぱりフォワードが頑張ってブロックで逆転という感じなんですね、はい、ですから東レとしては今リズムがいいはずなんです、はい、ただしですね、今映ってた斉藤君と泉川君、この両エースがですね、肝心なところでどう打ち切るかなんですね。なるほどね、点数のこと考えちゃいけません、はい、NEC のサーブでまた試合が動き始めました。 NEC が2ポイント取っています。斉藤だ、ブロックはブロックアウト、かろうじてこの斉藤のスパイクが決まっています。しかし NEC はね、いいところでブロックも出てますんでね、はい、ムードとしては NEC 決して悪くないですよ。セットポイント5回目、東レ、 NEC 粘るか、アルーダー、これは追っていく、追っていくが、あーっと観客席。ですから、NEC2 点リードされてますけども、
逆に言うと東レ側とすれば1点リードしてるかな、あるいはほとんど同点だなと思わなきゃいけない。なるほどね、NEC は大事に大事にいってほしいですね、ブロック。さあ東レの攻撃です。斉藤、はい、ワンタッチがこれはありませんね、ありませんね、はい、なぜかというとスパイクが逃げてるんです。斉藤君が逃げて打ってるスパイク、ワンタッチしても審判には見えないんですよね。13点目が NEC に入ったところで、はいはい、斉藤にイエローカードが示されました。今のねファイティングスピリットをね審判に向けるんじゃなくてボールに向けなきゃいけません。なるほど、はい、さあ NEC が13点目をもぎ取っております。14対13、ワンポイント差。東レはここは頑張りどころです。さあ東レは泉川、いいコースに待っていた NEC、 これはアルーダー、打ち合い広い合いです。斉藤、斉藤が打ち抜きました。今ね NEC がね作戦的にねトスが離れたブロック飛ばなかった、飛んでません ね、グリーンバーズはね制止させた、これがね帰ってね裏目に出ましたね。セットポイント東レ6回目。竹内東レアローズが第3セットをものにしています。これでセットカウント2対1、東レが1セット返しています。さて前田さん、はい、今東レの方がボールの好サーブで同点に追いついて、NEC がこう、まあ、お互いにそうですけども頑張りどころですよね。そうです、ただしね東レの方はまだまだね斉藤君もまだ当たってない、はい、で従って、まあ、ロイボールのサーブが強く入ってなおかつフォアレでブロック1本出たら完璧に東レのペースなんです。なるほど、それをさせないための NEC はやっぱりサーブレシーブをきちっとですね、セッターのグリーンバーグに入れると、そしてアルーダがですねやっぱり思い切って打ってほしいですね。さあこのボールのサーブは注目です。ネットにかかりました、はい、サーブ権は NEC に移ります。潜水に代わってここで市川保つ9番を起用しました NEC ブルーロケッツです。さあ12対12並んでいます。試合は第4セット、セットカウント2対1でこのセットを迎えています。 NEC はこのセットをものにすれば開幕戦白星です。ブロックはアウトを大きく弾きました。東レの泉川のスパイクです。ここで泉川選手がバック、大竹選手がフォワードということでね、これの分かれ目ってのは大きいですよ。なるほどね、おっと上がっています。さあこれは松本だ、そうですね、やっぱりブロックが ね強いです。これですよ、NEC の、ね、ムードになってきちゃうんですね。こうなると大竹選手がちゃんと止めてますからね、いいセンターブロッカーですね。大竹が前衛で立ちはだかっております NEC。 泉川フェイント、いいところに落ちました。ここはいわゆる逃げたのではなくてうまく攻撃的にいいところをついてまいりました。その通りです、今のフェイントはファインプレーですね。なるほど、はい、12対12、泉川は現在バックにいる東レです。松本がちょーんと決まりました。大竹ブロック、小林が大竹を読み切りました。いややっと大竹さんを捕まえたなという勝利を見せました。今のはね、はい、大竹くんがねスペシャル、大竹スペシャル、はい、いわゆるね逆クロスにひねるのをもう読んでましたね。小林のブロックポイントで13点目が東レに入っております。13対12、アルーダ、藤井のスパイク上がっています。奥になるか、打てますね斉藤、これはダメ、これはワンタッチありません。落ち込まないのはいいんですけど、ね、今のミスはね、はい、非常に大きい、まあ、シャツ引っ張ってね内心悔しいんでしょうけどね、やっぱり焦っちゃうんですね、まだ。なるほどね、はい、サーブ権は NEC、 泉川、これはボールはエースとありません。もうここに来て泉川が大社員の活躍です。斉
藤に変えてここで監督でもある2番の菅野を起用しました。チームの中では監督を務めております。このリーグでは登録は選手として登録されましたベテランの菅野です。アルーダブロック、アルーダのスパイクが決まっています。13対12、ワンポイント東レがリードしております。サーブ権は NEC。 長い、いやこれは強いですね。やっぱりボールは高くて強いですね。これはね、このプレーです。今のうまいですよ、ね、それとね、やっぱり自分の気力が勝ってるっていうのね、顔に滲み出てますね。はい、アルーダナイスレシーブだ。打ったー、よく打った泉川、はい、あれがうまく返しました。今判断の良さ、普通は左で返したいところですよ、それを右で返しましたね。なるほど、はい、大きいポイントでしたね。セットポイント東レが迎えています。フェイント、東レ上がった。さあ打てるか、打てるか、センターから打った小林、 NEC ボール、これ上がっています。泉川アウト、アウトです。セットポイントをものにすることはできませんでした。東レ、そして泉川のスパイク、14対12、センターからの攻撃はこれは止まっています。17番ルーキーの小林が落ち着いて速攻を見せました。セットポイント東レ2回目を迎えています。乱れています。 NEC、 アルーダのスパイク、多少レシーブが乱れてもそれをカバーする高さがあります。このアルーダ、いいコースもボールが通過しているようです。さあセットポイント逃れました NEC。 こちらは泉川のスパイクはアウトです。ネットタッチですね。あ、タッチネット、NEC にタッチネット。これは東レは救われました。キャプテンの潜水が代表でファーストレフリーの水谷さんに今話をしに行ったところです。これは大きいですからね、うん、今のはタッチネットありましたね。 NEC にタッチネットがありました。セットポイント3回目、ロイボールのジャンピングサーブ、ダイレクト、東レが並びました。セットカウント2対2。ボールが上げた、そして泉川、 NEC ボール、アルーダ持ち、さあさあ若くなりました。8戦目が通りに入っています。ここで NEC 玉の自作戦タイムを取りました。ここがトレイポ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 イ、連続ポイント東レが上げまして8対8、全く並んでいます。セットカウントは2対2、そしてこの第5セットファイナルセットも8対8、両チーム全く並びました。一時は3ポイントのリードを奪っていました NEC ですが追いつかれています。さあ東レが追いつきました。私、あのアルーダのブロックフォローミスね、でしょうね、ですから、あの外野がね、野球の外野がね、トンネルしてね、ランニングホームラン与えちゃったようなもんですよ。なるほどね、さあ NEC の攻撃、あっと、これは合いません。 NEC のスパイクはアウト。9点目が東レに入りました。東レに9点目、東レがついにリードを奪っています。NEC は慎重に攻めます。アルーダ、これはワンタッチがあります。アルーダのスパイク、9対9です。しかしサーブ権は NEC の方にあります。グリーンバーム、さあ東レの攻めは泉
泉川、ネットの上、押し込む、あー、オーバーネット、オーバーネットという判定です。今のは難しい判定ですね。あ、そうですか。ブロックと見なしてもいいプレーでしたね。そうでしたね。今のはもう微妙な判定、これはもう主審のね、あの判断でしょうがないですね。判定はもちろん変わりません。あっと、さあ、またポイントはこれです。10対9、ここでベンチが動きました。トーレアローズ、祈るようにしてバックナンバー7番の関がコートに入っていきました。さっきから関君ラッキーボーイになってるんですよ。そうなんですよ ね。あ、10対10です。さあ、ここでどんなサーブを打ちますか、関。緩いサーブ、速攻、潜水の速攻です。11点目、 NEC、 これはブロックをなかなかついていけませんね。そうですね、今のは速いしね、高いですよ。11点目が NEC に入っています。いいサーブです。ボール上げる泉川、ラインいっぱいに泉川のスパイクが決まりました。11対11、全く並んでいます。予想通り非常に競った展開になりました。大竹バックアタック、ナイスプレー、大竹のバックアタックです。今のは難しいボール、よく渾身の力込めて打ちましたね。12点目が NEC に入りました。ここで監督でもありプレイヤーでもあるベテランの金子がピンチサーバーです。慎重に入れて、さあ通れ、誰が打つか、泉川だ。あ、よく分けましたね。金子のナイスレシーブ、ブロック、ブロックアウト。藤井のスパイクが決まっています。 NEC に13点目が入りました。作戦タイム、東レ。さて、もう間もなく勝負の決着が出るわけですが、前田さん、はい、もう NEC が1歩、2歩、3歩ぐらい前に行きましたかね。そうですね、今のムードもね、NEC ちょっといいですね。あ、そうですか。もう逆に言うと、東レはもう泉川、泉川で行かなきゃいけない、NEC は逆に泉川に的を絞るという作戦で間違いないでしょうね。なるほどね。東レの方は崖っぷちに立たされております。さあ、これは苦しい。 NEC は開幕戦白星まであと一歩というところまで来ております。13対11、これは崖っぷち頑張りどころ。慎重にサーブを打ってまいりました。金子、斉藤、斉藤のスパイク、12点目これに入りました。13対12。ですから、これはね、泉川選手がね、ミスを怖がってチャンスボールかポイントに行くかです。強いサーブを打った、押し込む、ね、これだな、強いサーブが行きました。これはね、全日本エース男のね、意地を見せてくれましたね。泉川の強烈なサーブが行きました。13対13。すごい試合ですね。もう一発か、セッターに返ったが、速攻だ大竹。あ、大竹の速攻が決まった。まだわからないですね。14点目が NEC に入っています。いよいよマッチポイントを迎えました。 NEC がマッチポイントです。決めるか NEC、 バックから泉川、いいですね。14対14です。泉川が叩き込んだ。いやー、すごいすごい。ただね、秋山君のサーブがチャンスボールだと NEC は速攻できます。なるほど、はい、なるほど。さあ、このサーブは注目です。 NEC は速攻か、速攻か、アルーダ、よく打った、よく打ちました。15点目が NEC に入りました。14対14以降は2点差がつくまで試合が進みますが、マッチポイント NEC、 泉川、エースが叩き込んできた、はい、燃える表情になってまいりました。15対15、再
去にこの V リーグでは25対23という試合があったんですが、これは東レサントリー戦でした。さあこの試合はどこまで得点が伸びていくんでしょうか。並んでいます、15対15。グリーンバーム、アルーダ、いやーすごい、ポイント NEC です。16対15、 NEC がマッチポイント3回目を迎えています。決めるか NEC、 粘るか東レ。さあ当然泉川だ、当然泉川、ブロックは、ブロックはどうだ、下がってます、上がってる、上がってる、さあ打てるか、押し込め、あー、コートにボールを置いた、タッチ、あ、タッチネット、タッチネット、まだボール終わっていません、まだゲームは終わっていません。よく見ましたね、審判が、まだゲームは終わりません。NEC のベンチも選手もその瞬間飛び上がりました。タッチが決まったと思って飛び上がりました。しかしその前にタッチネットがありました。さあ16対16、また並んでいます。ゲームは続きます。グリーンバーム、竹内、上がった、さあ上がったぞ、これは誰だ、あっと誰も打たない、チャンスボール NEC、 ツーで返す、東レが抑え込みました。東レに17点目が入っています。今度はもう今審判の方がね、17点だから最後ともラリーポイントの場合、最終セットは、まだまだ、はい、2点差がつくまでです、はい、東レがマッチポイントを迎えています。アルーダ、あーすごい、ワンタッチがありました。最終セットは14対14以降は2点差がつくまで得点が伸びていきます。現在は17対17、この得点で並んでいます。グリーンバーム、大きい、長い、よく上げた、スパイクが決まったか、はい、泉川のスパイクですね、なんかワールドカップの決勝戦見てるみたいですよ、これ、ね、18点目が東レに入っています。東レがマッチポイント2回目です。さあ東レがマッチポイントを迎えています。ここ潜水、潜水、ベテラン潜水です。こうなってもね、スパイカーは熱くなってもいいけど、セッターだけは冷静で両チームいてほしいですね。なるほど、はい、グリーンバーン、そしてロイボールがセッターを攻めています。両チーム、泉川、泉川、これもこれが入りました。あっとこれはマーカーの後ろでしたね、戻したのがね、欲しかった、欲しかった、戻したボールがマーカーの外側ですと、これはゲーム続行可能だったんですが、19点目が東レに入っています。マッチポイント東レ3回目、さあロイボールのジャンピングサーブ、ネット、ネット、ネットイン、紙一重のプレーです。しかし今はあのポイントを取りに行きましたね、行きましたね、すごいですね、今のファイトは。19対19、まだまだゲームは決着まで至っておりません。泉川、上がった、 NEC が上げた、さあどうだ、アルーダ、ロッコの NEC、 大竹上げて、もう一度アルーダ、すごい、アルーダがものすごいスパイクを叩き込んでまいりました。今度は NEC がマッチポイントを迎えています。 NEC マッチポイント4回目、今度は東レが追い詰められました。さあ泉川がどんなスパイクを見せるのか、泉川がライトから、 NEC が上げた、 NEC 上げた、竹内のスパイク、ネット越えない、これはネットにかかっています。NEC は速攻で行きたいですね。20対20です、はい、ちょっと NEC の方はタイムアウトまだ1回残ってます。なるほど、はい、泉川の強烈なサーブ、あー来ますよ、来ますよ、大竹上がります。さあボールが上げて、これはもちろん泉川、泉川のスパイク、21点目が東レに入っています。ここは作戦タイムもないですね。いや、取った方がいいでしょうね、まだ1回残ってるはずですからね。ここで
NEC の大崎にイエローカードが示されました。ちょっと冷静さをね、なるほど、書いてます。でもね、まだまだいけますよ、これは。さあ、東レ、はい、マッチポイント、東レが今度はマッチポイント。4回目、なんとか速攻でね。泉川、アルーダ、アルーダの最高、あーっと泉川行こうついたが及ばない。バレーボールではめったにあるスコアではありません。ないですね。21対21というスコアがスコアボードに刻まれております。 NEC と東レの本当に記録を打ち戦いになりました。これは眠れる獅子が起きましたね。あ、この獅子は起きたかもしれませんね。今のは当然が高かった。最高のスパイクで22点目が東レに入っています。東レマッチポイント5回目。さあ、NEC がしのぐか。アルーダ、ロックアウト。いわゆるしびれる場面でスパイクをきちんと決めてまいります。22対22というスコアになっています。さあ、NEC か東レか全く分かりません。小林、ルーキーのスパイクです。狙ってましたね、小林君。絶対欲しいって顔してましたからね。23点目が東レに入りました。東レマッチポイント6回目。斉藤のサーブ、さあ NEC 苦しいぞ。速攻、大竹上がった、上がった。さあ、これは斉藤だ。ブロック、ブロックはアウト、ブロックはアウト。東レ勝ちました、東レ勝ちました。